秋山栄一は、日本、韓国の実業家、ロッテ百貨店副社長、日本タングス店の創業者である、秋山栄二と母年の長男として、母の実家である、探した伏せに生まれる。父、栄二の当時の勤務地であった文字で幼少期を過ごすが、1931年、栄二の日本タングス店創業に伴い家族で、福岡市に転居し、1938年、 福岡県中学就有館に入学。在学中、家庭教師の当時旧制服岡高校生であった、奈良崎矢之助から数学と英語を学んでいる。就有館の同期の友人には、経営学者の林修二、医学者の尾形道彦らがいる。1943年、慶応義塾大学経済学部に進学するが、半年も経たず自主退学し、翌1944年、 旧正第五高等学校に進学。1949年、早稲田大学小学部3年に編入。1951年、早稲田大学を卒業後、三越百貨店に入社。1963年には38歳で、大阪三越夫人子ども副部長にまで昇進するが、1966年、知人である百貨店福岡玉の屋の会長の、 田中丸善八に誘われ、福岡玉屋に入社。この時、長年自分を大切にしてくれた三越に筋を通すため、福岡玉屋の,の社長の田中丸善タスクに、三越社長の松田井佐へもらい受けの挨拶をさせている。その後、小倉玉屋に移籍し、隣に出店したダイエットの共存共栄戦略や、藤田殿と組んだダイヤモンド販売などのアイデア商法で、 小倉玉屋の売り上げを大幅に増大させている。1972年、小倉玉の屋の常務営業本部長に就任。その頃、ロッテが韓国で本格的な大型百貨店を始めるため、その計画立案から指揮を取る統括責任者を探していたが、百貨店販売において抜群の実績があり、比較的年齢も若い秋山に白羽の屋が建てられ、ロッテから 幾度もスカウトが会いに来た。当初の力ではなかった秋山は、依頼を断るつもりで、直接、ロッテ創業者の重光武雄に会った。しかし、重光の強い情熱に打たれ、進められて、ソウルの街を視察し、街にあふれる活気に驚き、その一方で、流行の先端を行く、ファッションリーダーが不在であること、日本とは異なる、消臭感などを見て、 韓国における本格的な百貨店経営に挑戦したいと考え、ロッテに入社することを決意する。1977年、韓国ロッテホテル常務、百貨店事業本部長として迎えられる。この時、長年自分を大切にしてくれた玉の屋の二筋を通すため、重光に、福岡玉の屋の社長の田中丸善二、小倉玉の屋の社長の田中丸義正へもらい受けの、 挨拶をさせているなお、後に分かったことであるが、し光は百貨店を始めるにあたり、秋山の前に大英の中内と提携しており、中内は市場調査まで行ったが撤退していた。ソウルの中心から韓国国民の生活を明るく豊かにする、お手伝いをするという目標のもと、秋山の挑戦は始まった。当時の韓国では、 客が声をかけたらようやく振り返るというのが店員の当たり前の態度であった。韓国では家族や親戚への礼は尽くさなければならないが他人に必要以上に親しげに振る舞わないという文化があったからである。そこで秋山は韓国の既存の百貨店の接客態度を変えなければならないと思い日本式のご辞儀挨拶を導入することにした。当初は 韓国の文化にそぐわないとの批判もあったが、その後のロッティ百貨店の成功により、この日本式接客はソウルの他の百貨店にも次第に広がり、現在は韓国の百貨店業界で完全に定着している。同時に、それまで韓国の百貨店では、業者に売り場を貸すテナント方式が半分以上を占め、値札もまともについていない状況であったが、これを改め、 直営販売を90%程度にし、掛け値なしの小札販売という経営の基本を固めた。1979年12月17日、いよいよロッテ百貨店はオープンした。茂光オーナーのテープカットの後、クラシックファンであった秋山の選曲で、オペラ、アイーダの外線更新曲が流されたが、ここから、 その後韓国各地の百貨店において、アイーダの外線更新局が開店時の局として定着していく。この開店初日の来店者数は約10万人にまで達し大成功となった。このソウル本店の開店を皮切りに、その後不参店等の韓国各地のロッテ百貨店の開業を指導、担当していく。日本では1975年あたりからデパートで、 バレンタインセールが行われるようになっていたが、秋山は韓国でもそれを取り入れようとした。会議で提案しても、バレンタインデーそのものを誰も知らないような状況で、メディアからも日本の悪しき消費文化が韓国の若者を毒するなどと批判されたが、すぐに一般化し、1997年にはソウル本店だけで5億ウォンを売り上げるまでになった。また、秋山は、 ヒット商品の開発にも意欲的に取り組んだ。日本人観光客から味付け海苔はないのかと尋ねられたのをきっかけにごま油と塩でのりを味付けした商品を並べたところ観光客だけではなく韓国人にも好評だった。そして韓国の生活水準が向上する中で必ず韓国でも一人暮らしの男女が増えてライフスタイルが変わると考え 小分けにしたパック入りキムチの導入に踏み切った。これはキムチを毎食食べる韓国人の常識からは外れていたため当初は社内でも大反対の意見が出た。しかしパック入りキムチは案の定日本人観光客に土産品としてよく売れたが韓国人にもよく売れた。地方から多くの人がソウルに集中する中でやはり一人暮らしの人も増えていたのである。 秋山が考案したこの韓国風味付けのりとパック入りキムチはその後韓国を代表する土産品として定着していくことになる。その後全天候型テーマパークロッテワールドとデパート、ホテルを合わせた複合施設の建設プロジェクトにも参画しデパート、ホテルが1988年11月テーマパークは1989年7月に オープンしている。1988年、ロッテ百貨店を運営する、ロッテショッピングの副社長営業総括担当に就任し、1995年、同常任顧問を務めた後に、ロッテを退任。その後、多くの韓国流通企業の顧問も務める。ロッテ百貨店で、秋山の訓導を受けた数多くの人々が、後に韓国全土に広がり、 現在の韓国百貨店業界を支えており、韓国百貨店業界の父として多くの流通担当者から慕われている。ありがとうございます。